ケー、じゃあ行くか。この氷技を覚えることによって、草ポケモンに相手にも、抜群を取っていくと。格闘技もな、あんまないもんな。地獄車って自滅ダメージ食らうからさ。ちょっとあんまり連発してると、その回復が追いつかない。おお、来た、ピジョン。よし、じゃあこの早速。あ、でも格闘入ってるから。風起こし。これノーマルちゃうか？ノーマルやな。お、結構耐えるわ。耐久は問題ない。おお、強い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 。砂かけとかしてくるなぁ。おー、初代波乗り、かっこいい。いいねー。ちょっと、一回変えて、勝ち抜きルール変更したいねんけど、戦闘入ったから無理か。うん。まあ、なんとかうちのメンバーについていけそうやな。素質は十分にある。もうこれはもうしゃあないから。ねえ、破壊光線とかさ、あれ。まずその初代が一番かっこいいのはもう今でもないけど、まあ、金銀、破壊光線第三世代でオワコンになったよな。なんか地味ななんか赤と黄色のなんかビームみたいなんか、うーんとなんか出るだけになってもうて、かつての迫力がもうなくなってしまった。違う。設定で。入れ替えタイプ終わり。OK。そうそうそう、なんかビジュアル路線をね、なんか中途半端に行ってしまったっていうか。あと踊りはちょっときついかもしれん。つつく、耐えろ。あー持っていくな。初代の氷は溶けないから。ああ、強い。さあ、早速レベル上がっていくぞ。どうしようかな、いい絵かな。いいね、やっぱ。やっぱ氷が強いな。嘘。嘘やん。マジで。あ、しまった、回復すりゃよかった。今ちょっとプレイングに段があるな、今日の俺は。いえ。引退。あの特殊も結構、防御が高いな。ちょっと待って、復活させるぞ。元気ないかけないやん。じゃあもう戻るわ。あー、めんどくさい。テンポが悪い。こういうことをやってると。てかもうお金いっぱいあるから、ちょっと買い出しをしましょう。もうなるべくポケセンのお世話にならんでええように。これ損しも復活やな。で、あ、居合切り要員がいなくなったからできへん。遠回りするよ。
売りに来た。なんかいらんのあったっけ？いらんの。これ32何やった？この39何やったっけ？何やった？これは、スピードスターやったっけ？売ったろ。アザーマシン18。これも何やった？いっか。アメは、最後の追い込みで一気に投入する予定。だから、今はもう使わない。あ、元気のかけらあるね。これもう10個ぐらい常備しとこう。で、これと、一傷薬しかないの？まあ、買っとくか、一応。で、何でも直し、もう10個ぐらい。あ、コストパフォーマンス的にはジュースの方がいいんか。しまった。もう、一人暮らしか。いいね。はぁ。てか、ちょっとほんとことごとく相性悪いな、この辺のトレーナーみんな。不思議そう。ちょっとここを一回変えるわ。いやいや、冷凍ビーム。お、やばい。いや、だからそのためにこういう便利なね、アイテム買ってるんで。よっしゃ。もう瀕死なんてね、あってないようなもんですから、もう。今もう常に、だからもう常にそのバッグにポケモンセンターがついてるっていう状態なんで。さっきちょっと、即死したかいうコメントで、ちょっと、ま、積もって思った。即死。おしゃれ25。まあ、30まであげよう。早く、いいえ。ちょっと、冷凍ビームしか使わんからな、これ。PP がどんどん削っていくな。おー、うっとうしい、お前。やめろや。あ、妖怪駅のこれもいいね。この音。クラシカルな。やっぱりまだレベルがまだまだ足りないな。謎の草、いえ。やばい。よしよし。
押してくるなぁ。ああ、そうか、てかもう催眠がさ、このゲーム強いから、もう催眠術使っていこう。なんかでも命中率が、ね、低くてね、あれやけど、多分どの道、でも絶対眠らしてからの方が安定して戦えるわ。何でも直しからの、いい空気、傷ごしり。ね、このドガースとかは、格好のカモなんだよね。対照的にはね、あんまり有利ってわけでもないけど、やっぱ耐久が高いから、いえ図鑑はだって現段階でも17匹やで、集める気はちょっとないですね。てか俺集めたことも一回もないかも。今までやってきて。図鑑全部埋めたっていう経験がないな。俺にとってはその捕まえるんじゃなくて、もう見ただけでもうそのポケモンは保管したっていうことにしてるから。オッケー。特典があるような、ポケモンワーカーをするに至る経歴、まあ、いろいろありまして、はい、ちょっと命を懸けた戦いに僕敗れまして、ここ怪力できたいな。なんか、なんやろ、もうちょっと効率よくレベル上げられる場所がなんかある気がするな。怪力。もう、あ、サイコキネシス覚えさすか。これはなかなかの名案かもしれない。あ、でもそうなの、何を外すかっていうことになってくんねんけど、技スペースがないような、うわ、てかどうしようかな、これでも経験値欲しいねんな、またどかす、その怪力、いや違う、怪力覚えさせてもうだから、もう消せないと、どれひげ技やし、怪力覚えさせたのがちょっと間違ったな。軽率やったな。え、消せる？初代で消せたっけ？どうやるん？
多分、育て屋に預けて、その、技を覚えさせて、んで、押し上げるっていう方法ぐらいしかないかも。あ、そうか、無理なんか。バグ使えばいけんのか。催眠術、まあ催眠術はでも欲しいよな。その戦況を一気にひっくり返すから。じゃあ、タウリン使っとこう。これ物理で、ヤフミドリかな。で、間違えた。まあ、冷凍ビームはね、なんか今重いんか、ニコニコ。まあ、暴れ太郎も、そう、久々に暴れるを使う。ニョロボンに相性があんま良くなかったな。いやだからあのね、攻略するんやったらもう神様だけで十分なんですよ。ただやっぱ将来性を考えてそれでいいのかと。いずれまあ神様すらもちょっとあの凌駕するライバルが出現する時に備えてね、まあ、しっかりさこの作りはオッケー。プクリン、プクリン、プクリンかこれ、ほんまにこいつなんかかなんかあのピンクの丸いなんかあれがなんか極限まで太った姿ではないのか。目もなんかおかしいよ。なんで、なんやろう。あ、比較的正面向いてんのに、なんか若干その、左斜めからのアングルになってるような目がな、目だけ。目だけそうなってるような、大きさが。あ、でもやられるかも。あ、耐えてくれ。よし。遠近法がなぜか目にだけ用いられてるっていう。ちょっと厳しい戦いが。もうニョロボンいっか。ニョロボンいいや。ニョロボン一回ちょっと休ませて、ひとまずあの、ジムクリアを目指す。で、よいしょよいしょで、その、絶対、やっぱ水タイプやし、どっかでその、無双できる。うわぁ、これ死んだ。もしもうこれはもう諦めて。どっか絶対それ無双するチャンスがあるから、そこまでちょっとしばらく休ませるわ。さらにグレーン島とかマナー編とかね。
俺はこの辺なのトレーダー倒すんでええと思うけどな。